皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は清陵中学校の説明会のお知らせです。富士宮にあります清陵中学校の説明会が今月6月の25日の土曜日に開催されます。対象は小学生とその保護者の方々。時間は14時から16時になっています。内容はまず体験授業があります。これは国語と社会、これが予定されているようです。制服の試着体験、これもあります。さらに保護者の方対象に教育説明会で、学校でどういう考えをもとにどのような教育をしているかと、こういう説明があるんですね。そしてもう一つ、中学生のビークプログラム、この成果の展示があります。ビークプログラムというのは SDGs の考えをもとにして6つに分かれてプログラム組まれています。頭文字が GSTEAM、 このようになっていて、 G はグローバルの G です。グローバル教育をしているということですね。 S はサイエンスの S。 清陵さんは校内にバイオメタンの施設を持っていて、実際に学校内でその研究もしているんですね。それから T はテクノロジーの T です。発電所なんかを見学してその仕組みを学んで、ね、実際に自分の目で見て学ぶと、こういうことをしています。さらに E はエンジニアリング、それから A はアーツです。このアーツというのは美術館とか博物館に行って本物を見て本物を感じるという、こういうふうな勉強をしています。これは結構ね、清陵さんね、長くやってるんですよ。そして最後の M はマス、数学ですね。このような6つに分かれてプログラムが組まれています。事前の申し込みが必要です。このようなチラシを持っている方はチラシのところに QR コードを、これがあるので QR コードから申し込むことができるんですけれど、チラシを持っていない方、清陵中学校の入試広報課の方に問い合わせをしてみてください。申し込めると思います。今回は富士宮の清陵中学校の説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。